はい、それでは続き遊んでいきたいと思います。まずはショップですね。いつも通りこれをいただきまして、こい、ソベクさんがいっぱいか、どうしようかな。どうしようかな。44個一応買っとくか。はい、今日はショップは残念な感じでしたので、まあいつも通りまずはここに行きましょうか。はい、はい、OK です。レベルが確かもうすぐ、おう、これ念願の70になるんじゃないですか。確か刻印さんが次が次の出たんですよね。なのでちょっと、次がこれの右下をちょっと求めていきたいと思います。ちょっと待って、その前にこれで補充しておきましょう。はい、もうこれでレベルが上がる気がしますね。この右下が欲しいですね。念願のレベル70ですよ。プレイヤーレベルか。右下はで、ちょっと待って、見えなかったですよ。右下は出てないですね、星5は。じゃあもう一回いきますか。前から打っちゃいます。右下は出ません。てか星5出ません。どうしようか。もう一回多分スタミナない。なかったです。ということですよ。これ突破できるわけですよ。よし。レベル上げましょうか。うわ、足りない。全然足りませんでした。スキル、あ、そっか、スキルも上げるんですよね。
ってことはレベル45がまあ、そっか。これで、まあなんでレベルが、レベルのあれがないですね。と、アクセスキーは確かもう上がらないんですよね。OK。僕今、集め中です。ただ、経験値が欲しいですね。なんか光ってますよ。あれか、これですね、レベルの。あ、経験値くれました。よしよしよし。モディファイヤー経験値ですよ。お、すごい戦闘力2万1000になりますぐらいもらえるんですか。とりあえずこれで一旦一括選択。おお、まだ足りないです。もう一回いっときますか。120。足りますか？足りますか？足りません。私も成長してるのさ。なるほど、もう一回行けば足りそうです。ちょっとこっちにしますか。心配しないで。これでおそらくレベルがついに80になりました。はい、私も成長してるのさ。これでようやくレベルマックス、スキルマックス、アクセスキーマックス、あ、ここはマックスじゃないですけど、あと釣れるんですね。今刻印は今からですね。あとはこれですね、超越があと
57個あれば完達です。よし、じゃあ任務をとりあえず全部終わりますから。 OK、 はい、でウィークリーは MD なのでも良いです。で、これもいただきまして、よし、それでは本日はこの辺で終了しようと思います。ご視聴ありがとうございました。